1890年、ダブリンで開催された世界選手権の様子を描いたし絵、ペティットのウィニングストロークのキャプションがあるトム・ペティットはアメリカで活躍したテニス選手、トーマス・ペティットの表記もある。1885年、リアルテニスの世界選手権に優勝。1890年に引退するまで、そのタイトルを保持した。1982年、 国際テニス伝道入りした。イングランド南東部、ベックナムに生まれる。10代の時に、無一門でアメリカに渡り、マサチューセッツ州ボストンに建設された、米国。1883年、アメリカを拠点とするテニスプレイヤーとして、イギリスを訪れ、英仏の著名な選手らと対戦を行った。1885年には、ハンプトンコートで行われた世界選手権において、 それまでのタイトル保持者であったイギリスのジョージ・ランバートを破り優勝した。1890年5月、イギリスのチャールズ・ソーン・ダースの挑戦を受け、アイルランドのダブリンで開催された世界選手権に臨みタイトルを防衛した。その年の秋に引退を表明した。1898年、イギリスのピーター・レイサムに挑むため競技に復帰したが、現役の世界チャンピオンには、 力及ばず、大敗を喫した。そのプレイスタイルは、パワーと、勝利の窓への正確な攻めを特徴としていた。ネビル・リトンはそれまでのテニスとは異なるスタイルを、持っていたペティットを、革命的、ほとんどボルシェビキ主義者のようだったと評し、打つボールがちゃんと視野に入ったら、そいつを強く引っ張ったくんだというペティットの言葉を引用している。 この時代のテニスの変革におけるペキットの功績について慎重な立場を取るノーエルとクラークも彼が素晴らしい強打をテニスにもたらした点は認めている。1927年までボストンテニスラケッツクラブでティーチングプロフェッショナルを務めロードアイランド州ニューポートのニューポートカジノではテニスコーチ、後に監督者として65年間を過ごした。 ローンテニス冷明期のプレイヤーの一人であり、指導も行った。1946年10月17日朝、ニューポートの病院で病のため没した。特徴的な口ひげで知られたほか、ハンディキャップをつけるため、ローラースケートを履いてプレイしたり、ラケットの代わりにシャンパンの瓶や椅子の肘掛け部分を使ったりしたという逸話がある。1924年に、 テニスの歴史を表したノーエルとクラークは、ペティット八1860年生まれとしている。CF ノーエルとクラーク、PP141-1571946 年10月18日付のニューヨークタイムズの訃報によると、1873年、ダンジグのザロイヤルエンシェントゲームオブテニスによると、1876年、 ダンジグはこの時のペキットの年齢を12歳としているが、国際テニス殿堂のプロフィールでは17歳となっている。CF ホールオブフェイマーズトーマス・ペキットトムインターナショナルテニスホールオブフェーム2009年5月22日閲覧ノーエルとクラーク PP 157から158ダンチヒザ・ロイヤルエンシェントゲームオブテニス 勝利の窓とは、リアルテニスのコートに備え付けられた、いくつかの開口部を指し、これらの部分にボールを打ち込むと得点できる。トーマス・ペティット、86、ワンス・テニススター、ザ・ニューヨーク・タイムズ、ノーエルとクラーク、P158、タイム氏は、66年間としている。CF ・ダイド、トーマス・ペティット、タイム、ありがとうございます。